はい、ニコニコ動画もしくは YouTube をご覧の皆様、こんばんは、サイテーマンと申します。今回なんですけども、こちら鬼ごっこオブザデッドを、なんかすごい重厚感のある SE ですが、やっていこうと思います。基本的に鬼ごっこのゲームみたいなんで、まずはルール確認からいきます。操作は十字キーでキャラの移動のみ。基本的なルールは鬼ごっこと同じ。鬼から長時間逃げ続けよう。ただしマップには鬼以外にも普通の人がいる。プレイヤーが鬼に捕まるとアウトだが、普通の人も鬼に捕まるとそれぞれアウトになる。その瞬間、普通の人も鬼になる。時間が経つにつれ鬼が増えるので注意。ミッションモードは画面下部に表示されるミッションをクリアすればクリアだ。耐久モードはどれだけ長い間逃げ続けられるかを競うモード。300秒、かっこ5分逃げ続ければいいことあるかもと。なるほどな。なるほど。まあ、とりあえずミッションモードでしょうね。ミッションモードのチッター・エデビーナ、大きな教会のある街、悪夢の始まりということでやっていきます。このゲームはちなみにフリーゲームですね。これ難易度ですか？ノーマル、ストリクト、ハザード。ハザードっていうのがまあ多分一番難しいモードなんでしょう。まあとりあえずノーマルでいいでしょう。とある中世ヨーロッパ、俺の苦手な文章か。とある中世ヨーロッパの王国、その国で奇妙な災害が流行した。その内容は人間が鬼の姿になるというもの。そして鬼になった者に触れた者も鬼になる。一度鬼が発生した町は、ことごとくかな。ことごとく破滅した。対策は町から脱出するのみ。大聖堂で有名な町、チッター・エデビーナ。ここが鬼による最初の災害が起きた町。巡礼に訪れていた彼は運悪くこの災害に巻き込まれることになってしまった。ということで、まあやっていきます。あ、音が若干うるさいかもしれないな。若干うるさいかもしれないんですね。これが多分普通の村人なんでしょうね。まあとりあえず脱出すればいいと。ミッション、街から脱出せよ。なんか左下の、257ってなってまして、あれがね、78とかの方が鬼だと思うんですよ。だから多分、鬼をね、確認。あ、下のあれが鬼か。あれが鬼ってことですか。あ、来た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 。なるほどな。あいつらから逃げながら、この町から脱出しろと。なるほど、そういうことですか。わかりましたよ。若干音量が大きいかもしれませんが、次回以降また、修正していこうと思います。普通にこのなんか道なりに行けば脱出できるんで、これ操作性は非常にいいですね。操作性は非常に良いですね。危ない危ない危ない。あれ鬼でしょ。ミッションコンプリート。やりましたね。巡礼中の騎士である彼はどうにか鬼に占領された町から脱出できた。だがもう二度と元の町には戻らない。かつて大聖堂で有名だった町は今ではすっかり鬼に占領された。占拠された。この町を鬼の手から救えるのは彼が祖国に帰ってからのことだった。おー、セーブ中、セーブ完了。若干音量が大きい気がしたので、ちょっと音量修正します。まあ、これぐらいでいいか。はい、すいません。音量をちょっと変更しました。ミッションモードのまあ続きからですね。お、新しい街が出ましたね。ポンテ。堀に囲まれた小さな町、三つの島に分かれている。いいでしょう。やりましょう。ノーマル。もうサクサクいきますよ。かの国では都市の周りは防衛のために、塀や堀で囲まれた町が多かった。この町もしっかりとした堀に囲まれ、三つの島に分かれた町となっていた。ただそれゆえに、内部災害である鬼に対しては無力どころか、って邪魔になるのであった。ましてや、橋が壊れていたのならなおさらと。あ、渡るは、あ、女の子ですね。ツインテールの女の子。あ、これ橋が壊れていると。なるほど。まあ多分ですね、このなんていうのか、道なりに行けば脱出できるんじゃないかなとも思うんですけどね。お、村人がまだ生きてますね。あ、鬼来た。危ない。こういうことだったのか。リトライ。なるほどな。
鬼から鬼が来て、あいつが鬼だったんだ、ちょっとわからなかったんでね、本当に鬼なのかどうかっていうのが。で鬼、おーやばいやばいやばい、鬼になった人が、危ない危ない危ない、鬼がさらに増殖して増えていくという、そういうシステムなんでしょうね。あいつ来ると怖いな。なるほどな、なかなか怖いゲームじゃないか。うおお、じいさんどけ、じいさんどけ、じいさんどけ、よし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 、ナイス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 、じいさん悪いな、生贄になってもらうぜ。もうちょっとじゃないのこれ、よし、ミッションコンプリート、よーし、少女は町から脱出できた。堀に囲まれた町は外敵からの守りは強いが、内部災害には弱い。鉄壁の守りは内部崩壊に対して無力。非常時にはすぐに逃げられる。そんな社会でありたいと彼女は思った。なるほどな。まだ取れるので、ね、もうサクサクいきます。もうちょっとの骨がないので、ここまで正直楽勝なのでね。なんか星、あ、クリアしたら星が出るのか。フォンターネ。噴水で有名なおしゃれな街。反面、緑は少ない。なるほど。緑が少ないということは、隠れる場所が少ないということになりますね。交易等によって外貨を得た町。その場合、平野堀の他にバリアも整備されていた。バリアの効き目は強力で、異民族等からは万全の守りとなっていた。この技術は国の安泰を保障していたが、お尚僧様、鬼に対しては、無力なのだったと。なるほどな。逆にバリアのせいで、あ、バリアを解除しに行けって、うわ、いきなり鬼いるよ。いきなり鬼がいるよ。バリアを解除する方法がどこかにあると、いきなり鬼がいますね。ちょっと待ってください。いきなり鬼がいましたね。どういうことなんだ。あ、これか。うわ、ちょっと待って。なんで鬼がすごくいるんだ。まあ、青いスイッチとりあえず押さないとどうにもならないんですけど、うわ、スイッチの前に鬼がいたらそれは無理だろう。ちょっと待て、鬼がいる、怖い、いけ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 、スイッチスイッチ、あれ下か、ここか、よし、これで青が解除できたと。鬼5匹しかいないのにやたら遭遇してるな。ばあさん歩いておいてくれ。やたら遭遇してますね。5匹しかいない鬼に、こっちの方は割と比較的安全な方なんですね。なるほど。お、赤、赤ありましたね。残り1つ、黄色か。黄色を解除すれば、まあ、鬼が、あー、一気に増えた。ちょっとまずいぞ、一気に増えたな。どいて、どいて、どいて、ちょっとどいてよ。うわー、固まってたな、鬼が。鬼が15匹。リトライバイプッシュでいきます。このスイッチの位置とかは、あの動かしやすさでいうと非常に動かしやすいですね。さっきの回はね、どうも運が悪かったですね。あ、スイッチの位置が変わってます。なるほど。ちょっとどいてください、ちょっとどいてください。ちょっと何、鬼は比較的固まって行動しているということですか。この面なかなか難しいですね。なかなかの難易度だ。だがとりあえずスイッチを押して脱出するということでですね、挟まれたバンジキスだな、これは。はっくっと、あれ、スイッチがないわけですが、でこの村人が邪魔なわけですが、スイッチ、黄色のスイッチがどっかに、ちょっとハゲてるおじいさんがいたが、あの人はおそらく死ぬだろうな。ちなみにこれキーボードですね。キーボードで今操作してます。スイッチがないわけだが、リトライだな。もうそろそろクリアしたいですね。軽快な BGM とともに、うっ、何をしている俺は。軽快な BGM とともに、急に鬼が現れるっていう事態は非常にやめてほしいわけだが、スイッチがどこにあるか学習していかないといけない。やっぱり
俺はよく学習能力がないと言われることがよくありますが、やっぱり、おーし、青い。青いスイッチはよく右上の方に配置されるっていうことが分かりましたね。お、いたいたいた、鬼がいた。あっと、くー。あのね、鬼のね、当たり判定がね、結構強いですね。お、赤。これ黄色がどこにあるのかっていうことですね。ちょっと鬼が確実に増えているので、うわ一気に増えたな。あった、黄色じゃなかった、緑ですね。これでバリアが解除されたので、脱出すればよし、ミッションコンプリート。結局バリアとは何だったのか。バリアは人々を守ったかどうか。確かに鬼に対しては邪魔でしかなかったが、防衛というのは皮肉な話だ。どれほど外敵から守っても評価されず、失敗すれば非難される。かといって失敗に寛容になる必要はない。悪いのは鬼で、バリア自体は何の罪もないのだ。間違いない。はい、セーブ完了ということで、あと1個ぐらいいけるか。ミッションモード、お、カーザピグレット。やや治安の悪い貧民街、細い路地を有効活用しようということで、まあ第1回目ということで、この辺で、このパートを切ろうと思います。ということで、また次回このカーザピグレットからやっていきます。ということで、お疲れ様でした。